霧の池内金高です。同じく霧の池内の張本です。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、弊社スプレーノズルの、はい、製造メーカーなんですけど、結構今まで YouTube 動画出してきました、はい、で夏場の暑さ対策とか畜舎での冷房とか、YouTube を出してきたんですけども、ついに私たちに出番が回ってきたっていうところですよね。はい、はい、で私たち何をお伝えするのかというと、まあ、弊社のスプレーノズルに関する、まあ、いろんな知識とか、はい、使う際の、まあ、ポイントとかですね、うん、そのあたりを紹介するような役目を仰せつかって、はい、やっていきたいと思います。はい、新規のですね、はい、それではよろしくお願いします。はい、頑張っていきましょう。はい、それでは早速なんですけども、第1回記念すべきタイトルはこちらになります。はいはい、はい、一流体ノズルでエアを吹いたらどうなるのか。はい、ということで、まあ、私たち池内の、はい、営業員ですねとしては、まあ、よくある質問、よくありますね、よく聞かれるなっていうテーマの質問ですよね。はい、はい、そうなんですよね。まあ、スプレーノズルといってもですね、まあ、いろんな種類があるんですけれども、今回、まあ、ご紹介するのは最もポピュラーな2つですね、2種類、こちらになります。はい、はい、一流体ノズルとエアノズルですね、うん、まあ、名前と画像の通りなんですけれども、一流体ノズルは液体専用のノズル、うん、でエアノズルはエア専用のノズルということですね、うん、はい、はい、で、まあ、それぞれ使い分けがもちろんあるわけで、はい、でどんな用途でよく一番よく使われるのかっていうところですよね。でなると、このまずは物を洗う工程、洗浄の工程ですよね、はい、で洗浄した後は当然こう乾燥させたいということで、はい、まあ、液切りの用途っていうこの2つが、はい、それぞれのノズルに用途がありますよと、はい、でただその別々にノズル用意していただくのが、まあ、弊社としては一番ベストなんですけど、うん、そうですね、うん、ただその洗浄したノズルでそのまま乾燥させたいよっていうお客様も中にはいらっしゃるわけで、うん、はい、はい、なので、まあ、そういうところで実際この一流体のノズルでエアを吹くの、エア吹くとどうなるのっていうのは、まあ、よくいただく質問というのはそういうところですね。そうですね、はい、本当によくお客様から聞かれる質問なんですけども、でも実はですね、この水とエアだと同じノズルでも噴霧した時に実は形が違ってくるんですよね、うんうんうん、まあ、そこについてちょっと今回は詳しくお話ししたいと思います。はい、お願いします。じゃあまず一流体ノズルっていうのは4つ主にありますね、はい、で1つ目はこの扇形のノズル、これがまあ扇形ですね、はい、こう三角に広がるノズル、はい、で空円錐っていうのがこう円錐形だけれども、まあ、中が、はい、ないような、ここに水がかからないようなドーナツ状のですね、はいはい、で最後は3つ目が重円錐のこう、はい、普通の円錐形に広がるものですよね、はい、最後はまあ直進で、はい、こうストレートに線のように出ていくノズルですね、はいはい、なので、まあ、それぞれどんなエアを吹くとどんな形になるのかっていうところを、まあ、はいはい、じゃあ張本さんお願いします。はい、まあ、まず最初に一番左側の扇形線形ノズルですね、うんうん、説明入る前に、この画像なんですけれども、上が水を吹いた状態で下がエアを吹いた状態なんですけども、この黒い部分がエアの広がっている範囲ということになりますね、うん、ね、でまず左側の、はい、角度が広めのノズルなんですけれども、はい、エアを吹くとですね、出たところは角度が水と同じなんですけれども、うん、ここら辺からですね、だんだんと狭くなってくるんですね、うん、まあ、維持できなくなると、うん、やっぱりこのちょっとね、はい、残ってしまうんですよね。そうですね、で続いてこちらちょっと狭めの角度のノズルになりますと、もう出たところから水よりも角度が低いという形になります。うん、そうそう、狭くなっているってところですね、はい、それでは線形パターン、はい、わかりました。じゃあ他パターンはどうですかね。はい、続いて空円錐、重円錐、直進なんですけれども、まあ、こちらどれも特徴あるノズルで、みんな水を吹くとそれぞれ形が違くなってくるんですけれども、なんとですね、面白いことにエアを吹くとみんな同じような形で出てくるんですね。このこことここに関しては狭くなってる、はい、広がってないっていうところですね。はい、でまず空円錐と重円錐についてなんですけれども、こちら丸く
水が出ていると思うんですけれども、こちらですね、実はノズルの中に旋回する水を旋回する機能が機構がついていて、それで水を噴霧した時に丸くなるんですね、うん、ただエアーを使ってしまうとですね、ご存知の通りエアーはもちろん水より重さが軽いので、うん、旋回する機構を邪魔して強さが弱まってしまうんですね、うん、旋回力が弱くなる、はい、なので角度が狭くなると、うん、いうことになります、はい、で、最後直進のノズルですよね、はい、っていうのは水が出るときにはそのまっすぐ出るように、水をまっすぐ出すように設計、内部が設計されてるんですけど、はい、エアを吹くとどうしても広がってしまうというところがありますね、はいはい、あとはまあ、この2つに関して言うと、その旋回力が弱まってエアーもあんまり広がらないというところも合わさって、はい、まあ、エアーブローの力自体も、うん、物を息とかを吹き飛ばす力自体も弱くなってしまう、はい、というようなことはありえますね、はい、はい、ありがとうございます、はい、というところで最後まとめ、萩本さんいかがですか？そうですね、まあこれらの説明でお分かりになられたかと思うんですけれども、まあ、水専用のノズルでエア吹くこと自体は可能なんですけれども、そうですね、どうしても形が、はい、例えば角度が狭くなったりとか角度が広くなったりすると、うん、なのでそこも考慮に入れて選定しなければならないということですね、だから、はい、水ではカバーできてたけれどもエアではカバーできないとか、はい、そういうことがありえるというところですよね、はい、なのでそれに合わせて選んでいただくということですね、はいはい、ということで第1回目はですね、はい、一流体ノズルでエアーを吹くとどうなるのというところを解説していきました、はいはい、今後もこういったノズルに関する皆様のね、使用する際にお役に立てるような動画っていうのを定期的に出していけばと思いますので、はい、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。高評価もお願いします、はい